どうも、カズ社長です。今回ですね、最近 TikTok でね、めちゃめちゃ流行ってる曲があるんですよ。で、その曲のね、歌詞があるんですけど、それをね、練習していきたいと思います。ちなみにね、余談なんだけど、今、スマホの充電 23% でございます。で、もしかしたら動画途切れるかもしれないんですけど、そこはご了承ください。一応ちゃんとこの動画上げます。で、何かというと、何やったな、ちょっとね、タイトル忘れちゃったんだけど、こういうやつわかる？これ。タンタム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 。ファンキー。ファンキー。あ、ねねねね、わかる？これ、これのね、歌詞をね、見つけたんでね、練習していきたいと思う。はい、ってことでね、今この、どれやったかな？スカーレット警察のゲットパトロール24時かな？なんかね、おっぱいでかいお姉ちゃん出てるけど。どうやったかな？あ、ここか、ここ。ダンスのチャンスにパンクなランプで、あんたのマウスはアングリ、なんちゅうファンキー、なんちゅうファンキー。タンスにあんよの小指をガンつって、ファンブルもやるけど、あたいは年中ダンス。これ。これをちょっとね、練習していきたいと思う。では、早速行くぞ。行くぜ。せーの。ダンスのチャンスにパンクやランブで、あんたのマングあんたのマングはい。もう一回。ダンスのチャンスにパンクやランブで、あんたのマウスはアングリなんちゅうファンキー。なんちゅうファンキー。ダンスにあんよの小指をガンつって。早い、早い。はい、もう一回。あ、ちょ。後半だけ練習しようか。タンスにあんよの恋人をガンズでファンブルもやるけど、あんたは。あたいは年中ダンス。これちょっと難しいな。いくぜ。ダンスにチャンスにパンクなランブで、あんたのマウスはアングリなんちゅうファンキー。なんちゅうファンキー。タンスにあんよの恋人をガンズで、小指をガンズでファンブルもやるけど、ファンブルもやるけど、あたりは年中ダンス。これは、早口。滑舌悪いからな、俺な。もう一回いきます。はい。ダンスのチャンスにパンクなランブで、あんたのマウスはアングリ、なんちゅうファンキー。危ねえ、なんちゅうファンキー。ダンスにあんよの小指をガンズでファンブルもやるけど、あたりは、あんた、あたいはって、合ってたじゃん。もう一回。ダンスのチャンスにパンクなランブで、あんたのマウスはアングリなんちゅうファンキー。なんちゅうファンキー。タンスにあんよの小指をガンスでファンブルもやるけど、あたいは年中ダンス。よっしゃ、言えた。よし、言えたぞ。はい。これがね、歌詞なんですよ。ダンスのチャンスにパンクなランブで、あんたのマウスはアングリなんちゅうファンキー。なんちゅうファンキー。タンスにあんよの小指をガンスでファンブルもやるけど、あたいは年中ダンス。これね、結構面白いんだよね、この歌詞も。ダンスもさ、なんていうか、ちょっとね、ポケモンダンスじゃないけど、あれにちょっと似てるんだよ、振りが。足と手をね、こう、交互に動かすっていうかね、実際見てもらえばわかるんですけど、その、スカーレット警察、YouTube 出てるんで、東方 MV だったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、出てますんで、ぜひ、見てください。はい。では、戻りましょう。はい、いかがだったでしょうか。ちゃんとね、歌えたかな？わかんないけど。皆さんもね、ぜひチャレンジしてください。今めちゃめちゃ一番流行ってるんですよ。22年の1月に流行った曲でございます。本人のね、PV の URL は、概要欄に貼っておきますんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、カズ社長はインスタグラム、TikTok をやっておりますので、めっちゃ感動るやん。そちらにてもチェックしてみてください。この動画が良ければ、いいね、グッドボタン、ベルマークの通知もぜひよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。では、次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。